はい、どうもサックです。たかしです。今日はですね、一瞬で自分を変えるセルフコーチング、最高の気づきを得る自問自答の技術という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、シンプルかつ究極の自己改革メソッドということで、こちらの本をご紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本はあなたの悩みを自問自答で解決しちゃう方法について書かれた本になります。うん、皆さん今どうにかしたい、解決したいっていう悩みや問題ありませんか？ありますね。ありますよね。きっと一つや二つはすぐに思い浮かぶと思うんですよ。皆さんはこんな悩みや問題をどう解決しているでしょうか？まあ、一つの方法として誰かに相談してアドバイスをもらうっていう方法ありますよね。ありますね。まあ、そんなね、信頼できる人物がいる人はもうそれはそれで最高やと思うんですよね。まあ、しかしですね、そんな信頼できる人なんかいないっていう方もいると思うんですよ。まあね、まあ、なかなかね、そこまで全幅の信頼を置く人ってまあ難しいですよ。難しい。じゃあどうすればいいのかと言いますと、答えは簡単だというふうに著者は言うんですよね。その答えが、あなた自身があなたの良き相談相手になればいいっていうことを言うんですよ。自分が自分の、そうです。これちょっとどういうことって思うかもしれないですけど、まあ、ちょっと考えてみてほしいんですよね。人生で一番長くあなたと一緒にいるのは誰かと、まあ、あなた自身を他に置いていないわけですよ。なるほど。自分自身です。そうなんです。あ、もしあなたがあなた自身の最高の相談相手になれたなら、いつでもどんな時でも相談できるし、有効な答えや自分が納得できる答えを得られるということを言うんですよね。自問自答ですね。そういうことなんですよ。その自分自身を良き相談相手にする方法こそが本書で紹介しているセルフコーチングになるんですよね。まあ、一般的にコーチングっていうのはコーチとコーチを受ける人の対話を通して気づきや学びを得るっていうのがまあコーチングなんですけど、その手法を利用して自分で自分をコーチングするっていうのがこのセルフコーチングになります。このセルフコーチングによって心は一瞬で前向きに変わって、自分とその人生が驚くほど変わるということを著者は言うんですよね。実際そんな人を何人も見てきたということを言うわけなんですよ。具体的にセルフコーチングのメリットはこの4つです。自分にとって本当に大切な答えを発見できる、悩んでる時間をなくして行動を起こせるようになる、今まで考えもつかなかったアイデアが湧いてくる、仕事を効率的に進めることができて目標達成が早くなる、まあ、こんなメリットがあるよということを言うんですよね。とてつもないメリットですよね。まあ、世界一のメンタルコーチであるアンソニー・ロビンスっていう方はこう言うらしいんですよ。私たちの人生は私たち一人一人がした質問の結果であると。で、成功者は例外なく自分とのコミュニケーションがうまいっていうことをね、へー、言ってるんですよね。もう事実としてそういうのがあるっていうことを言うんですよ。自分とのコミュニケーションってなかなかね、考えないけど大事なんですね。そうなんですよね。なかなか考えないですね。とはいえですね、ただ闇雲に自問自答すればいいのかっていうと、そういうわけじゃないですよね。大事なのは自問自答の質です。つまりセルフコーチングっていうのは質のいい自問自答を行うことっていうふうに言い換えられます。なるほど。ではですね、具体的にどんな場面でどんな質問を自分に投げかければいいのか、本書ではテーマ別に11個の場面に分けて解説されてるんですけども、今回はですね、その中から3つご紹介したいと思います。はい、ちょっと厳選に厳選を重ね、3つに絞らせていただきました。セルフコーチングを使いこなして最高の自分に会いたいっていう方はですね、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで内容入っていきましょう。お願いします。サックとタカシのおしゃべり本要約。ではですね、厳選した自問自答はこの3つです。思い込みを外す自問自答、行動力を磨く自問自答、人間関係を良くする自問自答、この3つなんですよね。はい、まず思い込みを外す自問自答、こちらから解説したいと思います。思い込みっていうのは非常に厄介ですよね。特に不安のほとんどが思い込みによるものです。例えば友人にメッセージを送ってなかなか返事が来なかった時、こんな時何か怒らせてしまったかなとか、メールに不備があったのかなとか、いろいろ考えて不安になる人も多いと思うんですよ。そうですね。はい、しかしですね、こういった不安のほとんどが思い込みです。先ほどのケースで言うと、単に仕事が忙しかっただけとか、出張中だったとか、そんなに大した理由じゃないことがほとんどなんですよね。この他にも思い込みっていうのはいろいろあるんですけども、悪い方向に働いてしまうとしたら、それはネガティブな思い込みが非常に多いです。まあ、例えばですね、学歴がないから自分は出世できないとか、自分は見た目が良くないから恋人ができない、こんな思い込みですよね。こうした思い込みは自分が前向きな行動をしようとするときの足かせになりかねません。
またですね、他にもあの人は愛想が悪いから怒りっぽいに違いないとか、あの人は大型だから大雑把な仕事をするに違いないみたいな他人に対する思い込みもトラブルの原因になるんであんまり良くないです、はい、ではですね、こんな良くない思い込みをなくすためにどんな自問自答をすればいいのか、まあ、ここからがね本題になるわけなんですけども、その自問自答を一つ紹介したいと思います。それがこちらです。 100% 間違いないと言えるだろうか、こう自分に言い聞かせてみてください。この質問で自分を疑うんですよね。本当だろうかと、 1% の例外もなくそうと言えるだろうかって疑うんですよ。例えばですね、さっき学歴が低いから出世できないっていう思い込みあったと思うんですけど、それだとしたら高学歴でなくても実績を出してる人はいないだろうかとか、素敵な恋人がいる人は例外なく美男美女だろうかと自分に言うんですよね。これ 100% そうかと、 100% 高学歴じゃないと出世できないかと、 100% イケメンじゃないとモテないのかと言い聞かせる。ちょっとでもいやそんなことないなって思えるんだったら、もうそれ思い込みです。僕はじゃあ思い込みしかしてなかったな。あ、そうですか。ちょっとどう、 1%、2% でもそんなことないなって思えるんだったらそれ思い込みです。そこから自分の思い込みを外す糸口が見えてくると思うんですね、うん、なんでこの自問自答言ってやってください。 100% 間違いないと言えるだろうかと言い聞かせてみてください。そうすることで思い込みを外すことができます、はい、ということを言います。これが思い込みを外す自問自答になります。では2つ目の自問自答、行動力を磨く自問自答、こちらになります。何かを変えたい、変わりたい、そう思った時必要不可欠なのが行動ですよね。しかしですね、なかなか行動に移せない人が多いのも事実ですね。著者は長年コーチングに携わる中で多くの人のこうなりたいっていう自己実現の願いを聞いてきたらしいんですけど、考えるばかりが先行してなかなか行動に移せない人も少なくなかったということを言うんですよね。失敗するのが怖かったり他人の目が気になって今じゃなくていいんじゃないって二の足を踏んでしまうと、そんな人が多いということを言うんですよ。まあ、この気持ちねめちゃくちゃわかるんですよね、まあ、僕自身もそうなんでめっちゃわかるんですけども、しかしですね、考えがいくら立派でも行動が伴わなければ変化も成長も起こりえないわけですよ。なるほど、はい、ではですね、どうすれば人は行動を起こせるようになるのか、まあ、大事なのは今すぐできることは何かっていうのを見つけていくことなんですよね。もう最初の一歩は小さくて構わないわけですよ。一発逆転ホームランを狙うから動けなくなっちゃうんですよね。些細なことからで構わないんで、まあ、とにかくやってみると、もうこれに尽きるよねっていうことを著者は言うわけですよ。ではですね、こんな今すぐできることっていうのを実現するためにどんな自問自答をすればいいのか、まあ、ここからが本題なんですけど、それ一つ紹介したいと思います。その自問自答はこちらです。もっと小さくできないか、こう自分に言い聞かせてください。これどういうことかというとですね、考えがあっても行動に移せない人っていうのは、まあ、要するにゴールどころかスタート地点も把握できないまま同じところぐるぐる回っちゃってるの状態なんですね。これでは何をしていいかもわからないし、どこに向かってるかもわからないわけです。こういう時はですね、これを実現するためのステップを3つに分けるにはみたいな感じで工程を小さくしていくんですよね。そうするとどこから手をつけるべきかっていうのが分かってくるんで、具体的な行動が分かって行動しやすいんですよ。なるほど。まあ、例えばですね、英語の試験 TOEIC ってありますよね。あれで800点を取るっていう目標があるとします。これだけではどこから手をつけていいか分からず行動に移しにくいじゃないですか。闇雲に勉強とかしちゃったわけですね。なのでこれを3つのステップに分けてみたらっていうふうに考えるわけです。すると受験の手続きをする、問題集を購入する、1日平均5時間は勉強するみたいな感じで具体的な行動まで落とし込みやすくなってくるんですよね。でさらにもっと細かく、もっと小さくできないかっていうふうに自問自答することでより具体的で行動しやすい行動が思いつくわけですよ。なんならじゃあ参考書を開くとか。そうですよね、参考書を5分読むとか。そうなんです。そのレベルから落とし込んでもいいかも。そういうことなんですよ、うん、それこそまあ受験の手続きするっていうところやったらまず紙を取り寄せるとかね、うん、このホームページにアクセスするとか、そういうところまで分解しちゃっていいと。それぐらい細かく分解した方がステップごとに追っていけるからね。そうなんです、うん、そうするとあこれぐらいやったらやろうかな、できるなって思ってくるんで行動できるようになるということを言ってます。なんでなかなか行動できないなっていう人はもっと小さくできないかっていうのを自分に自問自答してみてください。なるほど。そうすると行動力が磨かれます。はい、これが行動力を磨く自問自答になります。では3つ目の自問自答、人間関係を良くする自問自答、こちらですね。人間関係がいいに越したことないですよね。間違いないですね。まあ、これには誰も異論ないと思う。誰も異論ない、ないですよね。人間関係が悪いと必要以上に神経をすり減らすことになります。かの有名な心理学者アドラーも
すべての悩みは人間関係にあると言っております。そうですね。それほどまでに人生において重要な人間関係、この人間関係を良好に過ごすコツがあります。それがですね、自分の周囲の人間は自分の成長のために雇った俳優のようなものだっていうふうに思うことだということをね、著者は言うんですよ。なるほど。もし試練を与えてくる人がいたら、この人は自分の成長のための協力者でありソウルメイトだというふうに思っちゃおうということを言うんですよね。なかなかレベル高いな。もう前世からつながりあるんじゃないかレベル。そのレベルだ。どんだけ嫌いな人ですね。まあそうすると、この人はどんな人でどんな試練を与えてくれるんだろうっていった感じで相手に関心が向くようになるんですよ。こうして相手に関心が向くと自然と相手との付き合い方も良くなっていくっていうふうに言うんですよね。なのでまずは嫌いな相手でも成長のためのソウルメイトだと思えばいい。わかりました。まあ、とはいえですよ、もうおっしゃる通りなかなかすぐにはそんな考えできませんよね。ということで、嫌いな人をソウルメイトと思えるようになるための自問自答、こちらを紹介したいと思います。それがこちらです。もし神様がいるならなぜこの人と出会わせたんだろう。もしいるならね。そうです。この質問を自問自答しちゃいましょう。まあ嫌いな人とかね、うまくいかない人間関係でもこの人を通して学んだことはとか、この出会いにどんな意味があったのかっていう視点で見ることで、嫌いな人でも不思議と前向きな意見が出てくることが多いです。まあ、どんなに合わない人でもそこに成長の糧があると思うと辛い現実への対処の仕方も変わってきます。このようにどんな人間関係も前向きに捉えることができたなら、どんな相手とも良好な人間関係を構築することは難しくないんですよ。へえ。なんでもうめっちゃ嫌いな、もうなんやねんこいつって思うような人が現れても、なぜ神様は僕とこの人を合わせたんだろうかという自問自答してみてください。それを考えていくと、いつの間にかその人はソウルメイトになってます。魂の友にマジかよ。皆さん今ね、頭の中にちょっと嫌いな人思い浮かんだと思うんですよ。なんでもう今すぐなんでこの人と出会わしたんやろな、ちょっと考えてみてください。まあでも確かにそこまで深掘りするといいかもしれないね。そうですね。これが人間関係を良くするための自問自答になります。はい、いかがだったでしょうか。これがですね、一瞬で自分を変えるセルフコーチングの3つになります。はい。まあ、本書にはですね、最初にも冒頭でも述べたように11個の場面に合わせた自問自答があるんで、まあ、これを見てですね、わあセルフコーチング面白いなと思った方は概要欄にリンク貼ってますので、そちらからこの本ぜひ手に取っていただきたいなと思います。はい。まあ、またですね、まあ、僕らのねこの動画に何かコメントあるなっていう人はぜひコメントください。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録